今シーズンからシニアの大会に出場し、グランプリファイナルで優勝。腰の痛みに耐えながら飛んだ3回転3回転、あの美しい奇跡は未だに目に焼き付いています。間違いなく今後の日本勢の最大のライバル、やはりその実力は本物でした。韓国キムヨナ、初出場で銅メダル。さあエキシビションです。楽しみに待ちましょう。取れてしまいましたね。あの今日エキシビションの練習もちょっと見させてもらったんですけれども、その時はあの安藤選手と浅田選手と笑顔で話している姿が見れたんですよね、はい、なのでこう試合が終わればこう普通の女の子に戻る、そんな顔見てたら俺なんか感動して泣きそうになっちゃったんですね。そうですか、はい、いやただ16歳ですよ。本当にスケーティングの技術も素晴らしいですし、16歳とは思えない雰囲気を持っていますよね。心がスケートから伝わるスケート、本当そんなスケートでこれからが楽しみな選手ですね。カナダのマリー・フランス・ドゥブルール、パトリス・ロンソン組です。